世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本や中国に進出するもいまいち振るっていない韓国企業に関する話題をご紹介します。韓国企業ヒュンダイといえば、韓国を代表する自動車メーカー。現在ではグローバルな規模で事業を展開しています。しかしヒュンダイは2001年に日本の乗用車市場へ進出しましたが、2009年には撤退。日本法人であるヒュンダイ自動車ジャパンで大型バスユニバースの販売やメンテナンスのみを提供してきました。そんなおおよそ成功とは言えなかった日本に、2022年になぜか再び進出してきました。撤退理由が販売数低迷だったのにもかかわらず、再び日本を狙ってきたのです。しかしやはりというか、なんというか、売り上げは散々な様子。鳴り物入りで日本再上陸した月の売り上げはなんとわずか35台。その後 100% 電気で走る電気自動車アイオニック5と燃料電池車ネッツォのオンライン販売を開始し、韓国系創業者の大手タクシー会社への法人販売は結んだものの、再進出した年の販売台数は乗用車を除くと518台にとどまりました。日本メディアのアイオニック5への評価は高く、韓国車として初めてインポートカーオブザイヤーを受賞し、イメージ改善に成功したとヒュンダイは前向きに公表。しかし販売実績と比較すると、大手企業から集まった選考委員が持ち回りでもらえる賞なのかと考えてしまいますよね。これに対し韓国メディアは、ヒュンダイは高評価なのになぜ売れない、日本市場攻略を妨げる3つのハードルという記事を出しています。3つのハードルとは、1つは日本はハイブリッドカーの人気が高いこと、2つ目は日本自動車市場は景気低迷や高齢化により縮小していること、そして3つ目はそもそも日本市場は輸入車の販売台数が少ないこと。この3つを挙げていました。環境に配慮した車は世界中で買い替え傾向がありますし、日本ではシェアカーなどの普及により車を所有しようという人は激減しています。そもそも日本にはトヨタや日産、ホンダなど信頼に足る国産メーカー車がたくさんあるため、あえて韓国の車に手を出す人が少ないのでしょう。それは前回の撤退時から変わっていないはずですが、分かった上で再上陸したのですから、本当になぜの一言ですね。またサムスンのスマホ、ギャラクシーもほぼ同じ状態です。新機種の売れ行きはいまいちで、買われるのは最新機種ではなく、型落ちの廉価個体のようです。韓国ヘラルド経済は、世界におけるサムスンの知名度を考えると、サムスンのスマホが日本で冷遇されているという記事を出しました。総力を注いだ折りたたみスマホが唯一日本で苦戦したことに対し、差別や嫌韓のために売れていないと報じたのです。もうスマホ市場に力を入れていないソニーやシャープよりも市場シェアが低かったのです。日本は高価格のスマホが世界で最もよく売れる市場と言われています。ところが、日本人は韓国製品を好まないため、サムスンはあえてロゴがないデザインで販売せざるを得ないことも、日本の差別の一つだと捉えているようです。それにしても、なぜ韓国は無謀な勝負を何度も挑んでくるのでしょうか？実は韓国の中小企業では、日本進出がちょっとしたブームになっているようです。韓国中小ベンチャー企業部が東京で主催した韓国中小企業の輸出相談会では、韓国側30社が日本の小売業約80社と商談を持ちました。その面々は、中小企業とはいえ各業界で韓国1、2を争う企業ばかり。例えば辛ラーメンで知られる農心やサムスン財閥系列の食品会社も含まれていました。サムスン食品は会社全体で200億円を輸出したうち、日本への輸出は全体の 1.8% であったにもかかわらず、日本に同社第1号の海外法人を設立しています。
辛ラーメンで知られる農心は、日本の食品会社との技術提携したことを公開しており、こちらも着々と日本市場を視野に入れているようです。また、お酒が身近な方であれば、焼酎ジンロや京月をご存知の方もいると思います。この2つの焼酎は韓国では販売していない輸出専用商品で、日本製の韓国酒と誤解している人もいるほど定着しています。日本の焼酎はロックやお湯割りなどにして、焼酎本来の味を楽しみます。しかし韓国での焼酎といえば、あくまで割り剤としてしか普及していなかった文化の違いも大きいでしょう。さらに現在は若い女性を中心に、韓国化粧品業界も活発です。韓国大手のアモーレパシフィックやミーシャは、すでに日本での地位を確立していますし、中堅の 2ANA も着実に日本に進出しています。しかし、一度撤退したヒュンダイのように、それぞれの業界最大手であっても、必ずしも順調にシェアを広げられたわけではないようですね。一方で日本企業と提携して足固めをしたのが、韓国フライドチキンのオリーブチキンです。日本企業ワタミグループの強力なバックアップがありますが、フライドチキンにそこまで出せないという強気の値段設定で話題です。得意の SNS からの火付けブームによって、インスタ映えなどを狙って食べる人もいますが、実際のところ業績は振るっていないようです。数年間で1000店舗を目指すと、日本に乗り込んできましたが、上陸から7年で20店舗ちょっと。目標を達成するのは壮大な夢に終わりそうです。韓国メディアの見解と韓国企業の状況に、韓国内からの様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本人は見る目がない。それ尽きるよ。500台じゃどうしようもないよ。未だにガソリン車ばかりの排気ガスの国だからね。環境への意識が低いのはどうしようもない。ハイブリッド車が人気らしい。普及させるには日本中に整備拠点が必要だから、前みたいにすぐに結論を出さない方がいいと思うけどね。そうかな。日本の自動車メーカーと基本的に方向性が違うから、エコカー用の公共設備投資には疑問が残るね。快適性で言えば、圧倒的にアイオニック5は良かった。もっと試乗できる場所を増やしてみたら？ため息しか出ないよ。コストもデザインもいいんだから。もっと日本にディーラーと整備工場を設置すればいいんだよ。日本人は韓国製品を買ってくれないのに、なぜ韓国人は日本製品を買い、観光に行ってお金を使うの？日本車を買う韓国人たちは、日本で韓国車が売れないことについて何も感じないのだろうか。言いたくはないけど、高額な買い物をするなら日本製の品質の方が信頼できるよ。つまり、韓国人が中国車に乗らないのと同じ。日本人は韓国車に乗らない。車は高価な買い物だよ。家族の安全や命に関わることを考えると、品質と信頼性は何事にも変えられない。だから自国のメーカーを選ぶってことだろう。ただそれだけだ。価格が安ければ、それでも売れる可能性があるのでは？日本の車は高性能だけど高い。確かにそういう需要もありそうだけど、一時期はデザインがまんまパクリで問題になってたけど、最近はデザインも独自性があって高見えすると思ったけどな。ヒュンダイは品質を大きく改善してきてるし、最近のモデルは他の海外メーカーとも遜色ないと思う。保証期間が長いのも評価できると思うけど、保証期間が長いのは品質が悪いからすぐ対応するためなのか、部品が長持ちするからコストがかからないのか、どっちとも取れるな。アイオニック5は普通にかっこいいし、完成度高いから買いたい。数年前の韓国車に比べて本当に成長したと思う。車のデザイン、信頼性、技術、価格が重要。
この意味で韓国人は日本よりもはるかに世界中に貢献している。快適性で言えば圧倒的アイオニック5。さすがに韓流ブームだからって何もかも人気にはならないよ。韓国のドラマや K-POP の人気が高まってるんだから、韓流タレントで CM 流せばいいのにね。以上が韓国の人々の反応でした。では、この件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。なぜ売れると思ったんだろう。まずそこが疑問なんだけど、韓国のダイソーって系列会社だと思ってた。パクリ会社ってマジか。最近韓国の食品会社の菓子とか冷凍食品とかスーパーでも見かけるようになったね。魅力的な商品もあるんだけど、やっぱり添加物とかおっかなくて手が出ない。わかる。たまに製造工程でやらかしてる画像とか流れてくるし、万が一と思うと食べられない。サムスンのスマホって何があったの？ちょっと前にバッテリー不良で爆発したのがあって、確かリコールになってたと思うよ。ギャラクシーがサムスンの名前消した機種出してたけど、もうギャラクシーシリーズがどこの会社か知れ渡ってるし、今更何なんだろうと思ったよ。燃料としてリチウムイオン電池を輸出したらいいのでは？燃焼火力は折り紙付きだ。世界中で売れるよ。庶民が車を買う際に国産で品質の信頼できる車があるのに、輸入車を選ぶ理由は思考以外ないと思うのですが、ヒュンダイの車が仮にめちゃくちゃ安くても、私は絶対国産の中古車にする。日本は品質至上主義だから、安くて物が良ければすぐ売れる。そういえば、一時期韓国の美容パック流行ったよね。1枚で700円とかだったのに、この間ワゴンセールで10個500円になってた。考えてみれば、韓国からの化粧品とか美容パック、全部 SNS でブームになってから知ったなぁ。まんまと広告戦略に踊らされてたわけね。チーズタッカルビ、トッポッキとかは、実際に新大久保以外でも流行ってたけど、今はヤンニョムチキンくらい？テレビで流行ってるとか言われても、もうテレビにそんな力はない。見てるのは老人だけ。いつだったか、韓国で有名な乾麺系の何かに、発がん性物質が入っていたってニュースで見てから、輸入食品はさすがに怖くて手が出せない。オリーブチキンがワタミ系列って知らなかった。ワタミだから推して知るべしじゃないの？怖い怖い。気になって見てみたけど、値段がえぐい。どこのセレブが食べてるのか知りたい。ジンロやら狂月やら、おしゃれなデザインやなぁと思ってたんだけど、韓国では売ってないってどういうこと？不買なのか、ノージャパンなのか知らないけど、一貫性がなさすぎ。別になくても困らないよ。いい品物をできる限り低価格で、より良いサービスで提供しましょう。そうすれば売れますよ。ヒュンダイはよく知らないけど、100万円以下の小型 EV 出したら、そこそこ売れると思うけどな。白物家電系は、韓国製たくさん入ってきてるんだし。PC モニターとか、今はすごく品質上がってるけどね。安くてそこそこの品質なら買うという人は、たくさんいるだろうと思う。スーパーでヤンニョムチキン弁当とかは時々売ってますね。国内製なので買ってますが、もし韓国製だったら買わないだろうな。さすがに生食の漬物は微生物系が怖い。品質は日本の方がはるかに高いのに、トヨタの社員よりヒュンダイの社員の方が報酬が上なんだよね。日本の給与水準低すぎ。ここ数年、韓国料理屋がすごく増えた気がします。新大久保以外にも池袋近辺とか結構増えているよね。なぜこれだけデメリットや失敗が続いているのに、韓国企業は日本の拠点にこだわるのでしょうか？ある記者はこう推測しました。
韓国は人口5000万人に対し、日本は1億2000万人の市場規模があります。その上、韓国は多くの分野で大手1社か2社が市場を独占しており、新規参入は海外を視野に入れるしかないのです。また、財閥系に支配されている閉鎖的な韓国市場と比べ、日本市場は新規参入が容易で規模が大きく、仮にニッチな市場でも十分な利益を期待できます。自国の市場では成長が見込めず、狭き門でも日本の方が希望はあるということですね。また、最も大きな理由が日本製という表記です。日本製という言葉には、品質の高さや確かな技術力など、多くの魅力が詰まっています。韓国企業は、この象徴的な言葉を利用することで、自社の製品やサービスの価値を高めようとしているようです。例えば、あるコスメブランドは、現在、韓国製を日本へ輸出しています。しかし将来的には、世界市場を視野にして、日本に製造拠点を置く可能性を考えているそうです。日本では人気があるので、韓国製で問題ないですが、他の国や中国市場などは違ってきます。また中国側の人々の認識が大きく変わり、韓国製品は中国製より品質が悪いと叩き出されているのです。アジア圏の少子高齢化が進む中、韓国化粧品市場は中国での業績不振も加わり、株価は高値水準時から4割超も下がっています。市場としての日本だけでなく、生産地としての日本に目をつけ、日本で生産する。そうすることで、メイドインジャパンという世界最高のブランド力を得られるのです。日本に工場を作ったり、受託先企業を探したりする韓国企業は、年々どの業界でも増えてきているのです。つまり、韓国企業が日本で作った日本製の製品が第三国に売られていく流れがもう始まっているのです。あるいは韓国から輸出して日本でパッケージを変えるだけでもメイドインジャパンと付けることが法律上はできてしまいます。そうして作られた韓国企業の日本製製品は先進国や第三国への新たな足がかりになるでしょう。韓国企業がアメリカやヨーロッパ、アジア各国での販売を見据えたとき、日本で販売することで、その比較データの収集が可能になります。ある面においては、韓国企業のマーケティング重視の戦略は非常に優秀だとも言えるでしょう。日本で韓国商品を手に取る人の多くは、韓流ドラマや K-POP を好み、SNS での交流が盛んな若い人たちです。イメージ戦略のために流される情報を素直に享受し、韓国のイメージを良くするのに一役買っています。マーケティングといえば聞こえは良いですが、広告費を大量に使ったプロパガンダ洗脳詐欺とも言えますね。もちろん国家戦略で税金が投入されています。韓国ではこれを広告外交と呼んでいます。中国はいち早くそうした韓国の働きかけに対し、韓国人芸能人の中国内での活動を禁止にしました。それの効果もあったのか、中国では韓国の印象が非常に悪く、中国より劣った国と認識されています。しかし韓国企業が日本製を利用することは、いずれ自国内で批判の対象になる可能性があります。それでもなお日本の拠点にこだわり続ける理由は、日本製という言葉に秘められた可能性を信じているからなのかもしれません。さて、ここまでの話を知ってどう思いましたか？私たち日本人は、こういった韓国企業の攻勢にどう対応すればいいのでしょう。ドラマで見たから、好きな芸能人が勧めてたから、最近 X でよく見かけてるし、流行ってるのかな？どんな情報も製品も、自分自身でもう一度考えて、自分の目でよく吟味することを忘れてはいけませんね。ドラマや芸能人の影響だけでなく、自分自身の判断も大切です。流行りに乗る前に情報や製品の信憑性を確認し、自分に合っているかどうかをよく考えた方がいいでしょう。SNS の情報は広がりやすい反面、真実とは限りません。
自分の目で見極める力を持ち、自分自身の意見を持つことが大切です。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて、家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。